トーマス・トラクスタンは、アメリカ合衆国の軍人、海軍士官。最終階級は大将。トラクスタンは、ロングアイランドのヘムステッドの近くに生まれる。12歳で、イギリスの商船ピットに乗り組むまで、正式な教育はほとんど受けたことがなかった。しかしながら20歳までに、彼の才能は開花し、自らの船、アンドリュー・コールドウェルを指揮するようになる。 アメリカ独立戦争の間、彼は私略船を指揮し、コングレス・インデペンデンス・マーズ・セント・ジェームズといった船の指揮を取った。この時期、彼は敵艦を数多く打破し、一度も苦敗を舐めることはなかった。戦後、彼は海運業に戻り、12年間働いた。1786年には中国との貿易を行った最初のアメリカ船を指揮した。 その船カントンはフィラデルフィアを拠点として活動した。トラクスタンは1794年に合衆国海軍で大佐に任命され、フランスとの議事戦争ではフリゲートのコンステレーションの指揮を取った。以前彼はサイラス・タルボットと共にコンステレーションの建造工事を監督し、階級論争の後はシントン大統領によって艦長に任命された。 トラクスタンは大将に昇進し、大きく成功した。彼の勝利のうち最も有名なものは、フランス軍のフリゲート、エル・インサージェントの捕獲であった。それは、トラクスタンを当時の英雄に祭り上げた。しかしながら、この期間にトラクスタンは、リチャード・デールと共に、階級論争に関わった。トラクスタンは1800年の数ヶ月間、プレジデントの指揮をとり、その後間もなく、 海軍を退役、ニュージャージー州のパースアンボイに今日定め、後にフィラデルフィアへ移り住んだ。彼は第一次バーバリ戦争が始まると1801年に軍に戻るよう要請されたが、これを拒否し完全に引退した。トラクスタンは1810年に合衆国会議員に立候補したが落選し、1816年にフィラデルフィア軍の保安官に選出。 4年の任期を務めた。彼はまた当時有名となった数冊の本を発行した。その内容は広報及び海軍戦術についてのものであった。トラクスタンは死後クライストチャーチ墓地に埋葬された。何隻かの海軍艦艇が彼にちなんでトラクスタンと命名された。またニューヨーク州トラクスタンも彼にちなんで命名された。ワシントン DC には以前、 トラクスタンにちなんで名付けられたトラックストンサークルという名のロータリー交差点が存在したが、現在は撤去され近くに地名としてその名を残している。メリーランド州アナポリスのトラックストンパークも彼にちなんで命名された。ありがとうございます。